くだらない話に、俺を巻き込むなと言ったはずだ魔族を怪物扱いするな俺たちは世界の均衡のため、破壊という一翼を担っているだけだまた魔族のせいか。元はといえば、貴様ら人間の欲のせいではないか敗北は弱者の言い訳だガキの頃のことはどうでもいいだろうこの俺が、誕生日を祝ってやろう。 プレゼント調子に乗るな。殺されないだけありがたいと思え。今貴様の寿命が延びた。それがプレゼントだ。うっこの俺が。<laughs> 悪くない。すがすがしい気分だ。この俺に敗北などない。最高の恐怖を味わった気分はどうだすべ <laughs> て燃えろ メリークリスマスハッピーニューイヤー新年はいいことがあるようにグランドチェイスポーカカオグランドチェイスよ、久しぶりだな。また明日。な、寝坊かだらけてるな。適度な量を取れば、昼食後も眠くはならんぞ。闇に包まれた世界。気分がいいな。これでまた強くなったな。さて この俺についてこれるかなくそふん。<クソ> <laughs> ええー。ふ <laughs> ん。何おう。<laughs> 逃げようとしても無駄だ。遅れたものは後始末でもしていろすべてに判決を下す俺の前に立つな俺はもう数千回とこの日を迎えているが、貴様らには特別な日なのだろう貴様だけではなく、 周りの者のにも大切な日だということを忘れるな。過ぎ去った時間を振り返る、いい機会だからな。それが貴様の短い人生を、少しでも意味のあるものにしてくれるだろう。ディオ・バーニング・キャニオン。魔族の中で、最も高潔な決闘だ。ベイガスが俺を狙っているふっ。<laughs> それでこの俺がおじけづくとでも俺に何か用か用があるなら、アルフレッドを通してくれ。まったく。下船の輩は群れるのが好きだな。頼み俺がその頼みを聞く理由はあるのかどけ。邪魔だ。低能な奴らが暴れ回るせいで、魔族の格が下がる。さっきからうろちょろしてるのは貴様か。強硬派の奴らが嫌なだけだ。 貴様らの仲間だと思うな。俺が望むのは純粋な破壊。強硬派の奴らには、そんな美学などない。アルフレッド、あの目障りな輩を下がらせろ。戻ってくると思っていたぞ。この俺のそばが、一番安全なのだからな。これ以上、遅れを取らないと誓うな。しっかりとついて来い。全力で走るぞ うせろ下船の者ども今しがたデススターを吹いたところだからよかったもの、の運の良い奴だ。下船、愚か者どもが、今度ばかりは強硬派が正しかったのかベイガス、ヘイタロス、強硬派の馬鹿どもは問題ばかりを起こすな。抗えぬ死よ死は唐突に訪れるものだ。 前奏曲はすでに始まっている。貴様に選択肢などない恐怖を味わえこれで終わりだ威勢だけはいいな。身の程知らずが決闘俺の勝ちに決まっている。リベンジ口にするだけでも、相当な勇気が必要だったはず。いいだろう。その勇気に免じて受けてやる。この俺が相手になってやろう。敗北 この俺には全く不要な言葉だと思わんか。レイ。まあなんだ。ガキの頃に多少の付き合いはあったかもな。闇雲に破壊しない。それが美学だ。怪物か。過当な存在の過当な考えだな。老害どもの後始末も、さすがに飽きてきたな。この状況、理解できんのだが。 誰か説明してくれ、うん。なぜこうも後始末が増える一方なんだ過去は過去だ。今の俺には関係ない。今は派閥がどうのと言っている時ではない。皆が力を合わせねばならん。冷静に、自らをコントロールする。いや、なんでもない。ガキの頃の、昔の夢を見ただけだ。この程度。 苦痛でも何でもないだろう。だ、誰か来たあ、レイ。2000年も経てば、忘れもするだろう。遅れを取るな俺は待たんぞ。<laughs> 喉が渇く。抵抗する気力すら潰してやろう。ほう。それを受け止めるとは。過当な存在にしてはやるじゃないか。他にも何か方法があるのか人間は。 本当に育つのが早いな。もうこんなに経ったのか。たかが数十年で時代が変わっただと。言い過ぎだろう。俺の力を見せてやろう